お口の健康広場デンタルパークのコーナーです。お相手の松原恵美です。このコーナーでは広島市歯科医師会の歯科医師の先生にお口の健康に対する様々なアドバイスをいただいています。今回は広島市歯科医師会水内博之先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回のテーマが顎関節症についてのお話。皆さん食事をしていたりおしゃべりをしたりまたは大あくびをしている時に顎のあたりからカクッという音がしているとこれが顎関節症かもしれないということなんですよね。そうですね。あの顎関節症とはですね、なんとなく口が開けづらい、噛み合わせに違和感があるというような症状が大丈夫かなと思いながら数年以上前からこうほったらかしにして、まあ、ある日開けたり閉めたりするたんびにカクッと音がしたり、まあ、口が突然開かなくなったりする状況に陥ります。ずいぶん怖いですよね。びっくりしますよね。そもそもその顎の関節ってどこにあるんでしょうか。はい、あの関節は皆さんあの耳の穴にあの人差し指でも小指でもいいですから両方の耳当ててもらって、はい、でお口をこう開け閉め開け閉めしてみてください。そうすると、はい、あの骨がこう触れるところが、まあ、顎関節と呼ばれているところです。はい、でまたそこにですね関節円盤というものがありまして、まあ、骨と骨がぶつかっているとゴリ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 で痛くなりますから、まあ、それが、まあ、いわゆるクッションの役割をしてくれるわけですね。でそれであのしっかり大きくお口が開けても骨と骨がぶつからずに痛みなくお口が開くというふうなことになっています。でそういったクッション材が、何らかの原因でずれてしまうことでカクカクと音がするということを知っておいてください。はい、原因は何でしょうか。そうですね、いろいろとあるんですけれども、まあ、最近よく言われるのは食いしばりや歯ぎしり、まあ、食事の時にあの歯を鍛えようと思って硬いものを習慣的に毎日噛んだりすることが実は関節にとっては大きなダメージになっている。でまた顎がどっちか食事の時に右でばっかり噛む癖がある左でばっかり噛む癖があるということもよくありません。また精神的ストレスっていうんですかね、仕事が忙しかったりいろんな悩み事があったり、そういった頭の中にこうストレスが抱えられてくると、うん、夜寝てる時にそのストレスを発散させようと思って食いしばりがぐーっとこう力強くかかっちゃってそれが引いては関節の方に悪影響を及ぼす、うん、ということが起こってきます。はい、はい、まあ、あの普段の生活の中で、まあ、よくやってることが実は顎にとっては良くないことなんだということをあの知っていただきたいなと思うので今から顎関節症になりやすいかの生活習慣チェックをしてみましょう。はい、では今からお伝えしますのでぜひお聞きの皆さんもチェックをしてみてください。10項目あります。1番、何かに集中しているときや緊張しているときに強く食いしばっている。2番、仕事などで悪い姿勢を長時間続けていた。3番、ストレスで熟睡できない、明け方何度も目が覚める、睡眠不足だ。4番、朝起きたら口が開けにくい。5番、思いっきり大きくあくびをしている、過度に大きな口を開けて笑う。6番、痛くもなんともないけれど右か左でばかり癖で片側でよく噛んでいることがある。7番、いつも頬杖をついたり横になってテレビを見ている、うつ伏せで寝ている。8番、硬い食べ物やガムが好きだ。9番、バイオリンやフルート管楽器などを演奏している。10番、唇を閉じているとき上下の歯も当たっている、軽くカチカチしたりこすったりする癖がある。以上の10項目ですがいかがでしたでしょうか。これらのチェック項目に一つでも当てはまるようなら顎を痛めてしまう可能性があるということなんです。できれば早いうちに悪い習慣改善したいですよね。最後にその顎関節症の治療についても先生教えてください。はい、症状が軽い場合は安静にしておいて、まあ、しばらく様子を見ることで、症状が改善することはよくあります。この場合大きく口を開けたり大きく左右に顎を振るようなことがないように注意してください。
顎の関節の周囲の組織を安静にすること、これが一番大切なので、はい、そうすることで炎症が治まり症状が改善するということです。そして食いしばっている方、上下の歯が当たらないような方法を、ちょっとしたコツをお伝えします、はい、ポイントはですね、ベロの位置、それとリラックスです。ラジオを聞いている皆さん、今あなたの口の中のベロの位置は上にありますでしょうか、下にありますか。正解は上の前歯の裏側にあるのが正しい位置です。下の歯の内側の方にあるといけません。この解決法の一つですけれども、先ほどちょっと松原さんにお話ししたんですけれども、はい、ちょっと教えてあげてください。はい、では先ほどね、はい、教えていただきましたが、まずろうそくを吹き消すような口をして、舌をベロをですね上顎に軽くつけてみてください。でそこから唇を緩めて、その状態を維持できたら上下の歯は離れて食いしばりは消えます。これ何回もちょっと皆さんチェックしてみてください。で笑顔を作れば食いしばりはもっと減ります。リラックスを心がけて心のバランスも整えていくということでしたよね。そうです、はい、まあちょっと今はねコロナ禍で非常に皆さんストレスがたくさん感じられてる時期じゃないですか。そこをなんとか笑顔を作って日々頑張っていければなという思いでは僕は思っております。はい、顎がおかしいなと思われたら、できるだけ早くお近くの歯科医にご相談くださいね。はい、わかりました。今回は顎関節症について教えていただきました。ここで広島市歯科医師会からのお知らせです。広島市歯科医師会は患者さんの歯科受診の不安を吹き飛ばす目的で、歯科医院での感染対策を YouTube 上の動画を通して理解していただくために、新型コロナウイルス感染対策啓発動画を作成しました。詳しくは広島市歯科医師会ホームページをご覧ください。広島市歯科医師会からのお知らせでした。では最後は水内先生のリクエスト曲でお別れです。先生どんな曲でしょうか。はい、あの今日はですね、あのビートルズの曲をご紹介したいと思います。うんうん、僕もちょっと夜仕事遅くなって、一人寒い中あの車に乗って帰ったりすることがあるんですが、もう疲れ果てて車に乗ってエンジンかけたら、ステレオからこのビートルズの曲が流れてくるんです。このタイトルはあの Here Comes the Sun というものなんですけれども、本当冷え切った中に太陽の歌がこう流れてきて、ちょうど僕の心に響いたわけですね。まあそれをちょっと皆さんにもあの聞いて温かい感じを感じてもらえたらなと思いまして紹介します。太陽感じたいですもんね。はい、はい、わかりました。今回は広島市歯科医師会水内博之先生にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。お口の健康広場デンタルパーク、お相手は松原恵美でした。